ボブ・ナッシュこと、ロバートリー・ナッシュは、アメリカ合衆国コネチカット州ハートフォード出身の、元プロバスケットボール選手、指導者。息子は、ボビー・ナッシュ。富山・グラウジーズの、ヘッドコーチを務めた。ハワイ大学卒業後の1972年に、NBA のフェニックス・サンズより、ドラフト全体9位指名を受け、交渉権をトレードされる形で、デトロイト・ピストンズに入団。 その後、ABA のサンディエゴ・コンキスタドアーズを経て、カンザスシティ・キングスでプレー引退後は1984年より母校である、ハワイ大学のコーチに就任。2007年からは、ヘッドコーチ。2010年、BJ リーグ、埼玉ブロンコスのヘッドコーチに就任。12月から2011年1月にかけて、チーム新記録の7連勝を達成したが、 3月11日に東日本大震災が発生してチームは活動休止、自身もそのまま退任した。2012年、富山グラウジーズのヘッドコーチに就任。2012から13シーズン、チーム初のシーズン勝ち越しと、プレイオフカンファレンスセミファイナル進出を達成。2013から14シーズンはさらに勝利数を増やし、カンファレンス1位となる。 プレイオフでもカンファレンスセミファイナルを突破し、ファイナル4に進出し、最終順位は歴代最高の3位。2014から15シーズンはレギュラーシーズン5位でプレイオフ1回戦で敗退したが、2015から16シーズンはレギュラーシーズンで2シーズンぶりのカンファレンス1位で最優秀コーチ賞を受賞。プレイオフも勝ち抜き、富山を準優勝に導いた。 2017年オフ、契約満了につき辞任。2018年7月、ライジングゼファー福岡のアソシエートコーチに就任。10月22日、福岡は、河合隆二ヘッドコーチを解任し、ナッシュが公認となった。シーズン終了をもって、契約満了。ありがとうございます。